さあ、世界を学びに行こう。ここ、アトラスダムの町の歴史は200年ほど前に始まった。このオルステラ大陸では一応古い部類に入るね。そんな我が町と同じくらい長い歴史を持つ町が8年前に滅んだ。その町の名前を覚えているかね、テレーズ君？はい、焦らなくていい。学ぶための授業なのだから、知らないことは恥ではない。答えは教本に載っている。慌てずに探すといい。はい、ホルンブルグでしょうか？正解だ。ホルンブルグは忘れ去られた古代宗教、その司祭であった王族を中心に栄えた。一方我が町はフラットランドに住む平原民族によって起こされている。当時のフラットランドの部族数は？メアリー殿下、お答えを。はい、8つの部族がいた、そう伝わっています。正解だ。当時のフラットランドは戦乱の時代だ。8つの部族が長きにわたり争っていた。しかし200年ほど前、グランポートから侵略を受けた。当時のグランポートは大陸中へその領土を広げようとしていた。皮肉なことに外敵の出現が敵対していた部族をつなげたのだ。おや、もうこんな時間か。続きは次回の授業にしよう。教本の第3章から第4章をよく読んでおくように。次の授業で質問するので、そのつもりで。ご教授、ありがとうございました、先生。はい。素晴らしい。先生、お疲れ様です。や、ほう、喜んで。はい。それはいい質問だ。
ありがとうございます。いや、ごきげんよう。おや、サイラスだ。はい。いやはや。なるほど。あ。おや、なるほど。はい。ありがとう。サイラスさん。うん？はい。実は。あれ？では。サイラス・オルブライト、参りました。入りたまえ。
呼び立ててすまないね。何の御用でしょう、イボン学長。君の書いた魔法学の論文、あれは何だね。何だねと言われましても、お読みになった通りです。論文の内容を言っているのではない。論文に用いた参考文献のことだよ。なぜ引用したのだ。あれらはこの王立学院に秘蔵されたとても貴重な資料だ。いたずらに広めてよいものではない。論文で発表するなどもってのほかだ。あの資料の価値は認めます。だからこそもっと大勢の学者に。そんなことする必要はない。学院の資料は学院のものだ。しかしそれでは。くどい。これは何を言っても聞いてくれそうもないな。学長は知識を勲章か何か自分のみでめでるものだと思っている。知識は独占してこそ価値がある、そういう考えの方なのだ。申し訳ありません、以後気をつけます。ご用はそれだけですか。ああ、それだけだ。そうそう、書庫の利用時間は限られているのだろう。急いで戻らないと閉まってしまうぞ。やれやれ、嫌がらせのためだった。はい、では失礼します。入りたまえ。失礼します。それで、あの、いや、それが、そんな、Thank you.
任せてくれたまえ。はい。さて、ほうほう、なるほど。ほうほう、なるほど。ほうほう、なるほど。なるほど。よし。いや。そうだ。いや。さて、では。
戦いの準備はできているよ。なかなか考えがいがある。あっ、氷を切り裂け。なかなか考えがいがある。あっあっ、さて、毒炎が燃え、授業はこれで終わりだ。戦いの準備はできているよ。さあ、どう出る？えいっ！さあ、どう出る？さて、炎よ、燃えろ。授業はこれで終わりだ。さあ、授業の時間。はい、さあ、どうだ。やっ、さあ、どうだ。本気を出そう。氷を切り裂け。あっ、炎よ、燃え。この程度では合格。の、失礼。さて、さあ、違う。実は、の、おや、
いやはや。さて、どうしようか。本気を出そうか。えっ、使っておこう。さて、使っておこう。さて、どうしようか。本気を出す炎よ。なかなか考えがいがあるね。じゃあ炎よ、燃えろ。さあ、どうで。炎よ。さて、どうで。やっ、なかなか考えがいがあるね。使っておこう。さて、どうしよう。使っておこう。さあ、どうだ。氷を切り裂け。やっておこう。さて、どうしようか。集中していく氷を切り裂け。さあ、炎よ。なかなか考えがいがある。あっ、さて、どうしようか。さて、あっ、使っておこう。さて、どうしようか。えっ、さて、どうしようか。使っておこう。
氷を切り裂け。さて、どうし、氷を切り裂け。せい。この程度では不合格。確かに。そしてはあ、サイラスさん。ああ、ええ、まさか。ええ、これですね。ほう、サイラスさん。おや、サイラスさんをお連れいたしました。入りたまえ。ご苦労だった、ルシア君。ご用件は何でしょうか。少なくともお褒めの言葉ではなさそうだな。サイラス君、私のもとへとある密告があった。密告ですか。君が教師という立場を利用し、王女と男女の仲になっているとね。それで学長はその密告とやらを信じられたのですか。
違うというのならそう言いたまえ。もちろん根も葉もないデタラメです。デタラメか。だがそうですかというわけにはいかなくてね。王族の醜聞など人々にとって格好の話の種だ。ましてや傷者になったかもしれない。メアリー王女のそんな悪評が立つなど絶対にあってはならないことだ。では学長、私の処遇はどうなさるおつもりですか。そこに苦慮しているのだよ。公に罰を与えるわけにもいくまい。噂を事実だと認めるようなものだからな。それでしたら追放はいかがでしょう。表向きは調査のため町を出たということにすれば。なるほど、それは妙案だ。どうだ、これなら君の名誉も守られる。名誉ね。不満かね。いえ、不満はありません。むしろいい機会だと思いまして。どういうことだサイラス君。言った通りです。実は興味を惹かれる謎がありまして、ここにいては調べることができないと考えていたんですよ。なので旅に出ようと思います。15年前に盗まれたという縁国の書、その謎を追うのも悪くない。広めたい知識も伝えられないなら、このままここにいても仕方ない。そう、そうか。それで何を調べるつもりなのかね。とある本についてです。それでは旅の準備もありますので失礼いたします。サイラス、どこまでも読めない男だ。先生。おや、どうした、テレーズ君。先生が王立学院を去る、そうお聞きして。ああ、その通りだ。ごめんなさい。なるほど、噂の出所は君だったんだね。気づいてらしたのですか。いや、今の君の謝罪で気づいた。ただその理由がわからない。どうしてこんな真似をしたのかね。先生はいつもメアリー殿下ばかり見ているでしょ。私だってもっと。それであの話を。はい、イボン学長に嘘をつきました。少し困らせたかっただけで。それがまさかこんな大ごとに。本当にごめんなさい。
君は気にしなくていい。ちょうど旅に出ようと思っていたからね。いつか外に出て学ぼうと思っていたのだ。今回の話はちょうどいい機会だっただけだよ。調べたいこともできたしね。だから君のせいではない。気にやまないでくれ。それに私にも落ち度がある。君の気持ちに私が気づいてあげていれば。え、先生、それってまさか君がそんなにまで勉強熱心だったとは。私は君たちに平等に教えていた。だが殿下の熱意に応えたがために間違った印象を与えていたのだな。だとすれば確かに私が原因だ。もっと君の勉学への熱意をきちんと受け止めるべきだった。実は鈍い方だったんですね。では行くよ。これからも勉学に励んでくれ。はい、また会えますか。生きてさえいればね。まずは変国の書について調べよう。魔導書のことならオデット先輩に聞くのが一番だな。彼女はクオリークレストにいるはずだ。訪ねてみるとしよう。やあ。よう。ほう。なるほど。なあ。なるほど。ねえねえ。
おいおい、ほう、なるほど。なるほど、ほう、なるほど、なるほど。何かご用ですか？
あの。授業の時間だ。よっ！よっ！よっ！さて、どうしようか。おっ！さあ、どうだ。この程度では不合格。さあ、授業の時間。氷を切り裂け。さて、どう。氷を切り裂け。さあ、せい。さて、氷を切り裂け。この程度では不合格。授業の時間だ。さあ、どう出る。炎よ、燃えろ。あと。授業はこれで終わりだ。好きではないのか。さて、どうしよう。さて、やっ、集中していこう。氷を切り裂け。氷を切り裂け。大した強さだ。合格点。
戦いの準備はできているよ。炎よ、燃えろ。さあ、炎よ。授業はこれで終わりだ。やあ。よし、仕入れの時間だわ。おはよう、父さん、母さん。おはよう、トレサ。うちの看板娘は今日も元気いっぱいだな。朝ごはん前に仕入れしてくる。トレサ、ちょっと待った。商人たるもの、欠かせない3つのものが。礼儀、笑顔、早起きでしょ。うん、完璧だ。今日も仕入れ頼んだぞ。任しといて。トレさ、気をつけるのよ。最近町の酒場にも海賊がうろついているからね。見かけても近づいちゃダメよ。分かってるって。それじゃあ行ってきます。やれやれ、近頃のあいつを見ると昔の俺を思い出す。一人前の商人を夢見て躍起になっていた頃もな。あら、トレサはあなたより優秀よ。それもそうか。やあ、よう。ふむふむ。Thank you.
マドリ。出し物もあったわ。これで少しはうちの店も盛り上がるかな。うちの店小さいからな。私一人っ子だし、店を継がなきゃって思うけど。海は広いな。水平線の向こうには何があるのかな。怒りを下ろせ。初めて見る船、どこの船かしら。やれやれ、しけた町だぜ。だが、いい匂いがするな。飯は悪くなさそうだ。よう、ジョーちゃん。どうしたい、目を丸くして。この船、商船なんですか？ああ、生かすだろう。俺はこの船の船長だ。私、トレサって言います。この町で商人やってるんです。ほう。ああ、どんな積み荷が乗ってるんだろう。もしよかったら見せてもらえませんか。商人として勉強したいんです。いい目だな。まるで宝物でも見てるよ。だが悪いな。俺は信頼できる人間しか船にあげねえ。世話しないよ、じゃない。どうか。Thank you.
い。いや、ああ、やめときな。お、ジョーちゃん。じゃあな。無理するな。やれやれ。よっ、やめときな。やれやれ。よし。ただし。え？そうだな。
授業はこれで終わりだ。さあ、授業の時間だ。さあ、どう出る？と！私の番！授業はこれで終わりだ。ちゃっちゃと行くわよ。私の番。さて、どうしようか。氷を切り裂け。氷を切り裂け。さて、氷を切り裂け。この程度では不合格。戦いの準備はできているよ。よし。さあ、どう出る？じゃ、炎よ。
どうだ。さあ、やっ。どんなもん？なかなか考えがいがあるね。行くよ。いい風吹いてる。さて、どうしようか。炎よ、大した強さだ。ゴーフ。さて、どうしようか。炎よ、燃えろ。よし、なかなか簡単。炎よ、燃えろ。大した強さだ。どうだ。ああ、強い者が弱い者から奪う。それが世の常識だ。おいよ。よし。おい。乾杯。乾杯。授業の時間だ。
なかなか考えがいがある。おうよ、商売がたきってどこかしら。いくよ。はっ、うっ、さあどうだ。炎よ燃えろ。なかなか考えがいがある。私の番。なかなか考えた。本気を出す炎よ燃えろ。さあどうする。これを。これでどうかな。なかなか考えがいがある。炎よ燃えろ。さあどうする。ここからよ。いくよ。使っておこう。よし、ここからよ。はっ、
さて、どうして集中していこう。炎よ、燃えろ。いくよ。使っておこう。なかなか考えがいがある。と、いくよ。これをなかなか本気を炎を燃えろ。いくよ。よいしょ。なかなか考えがいがある。使っておこう。あたしの番。さて、使っておこう。さて、どうしようか。炎。この程度では不合格かな。さあ、どうする？さあ。おい！ヒヒヒヒ。そこまでだ。ああ。おい。なんだと？おやおや。何？大海賊レオン・バストラル？よし。さあ。覚悟しな。やれやれ。ジョーちゃん。レオンさん。気にするな。はい。さあ。どうしたい？
ああ。ジョーちゃん。え？そうだな。はい。ほほう。わあ。そうだな。まさか。いい目だ。こいつは…ジョーちゃん。じゃねえか。じゃあな、ジョーちゃん。怒りを上げろ！出航だ！私の目には見えたの。式には運命を変える何かがあるって。帰ってじっくり読んでみよう。